ジェームズ・ミルナー、ジェームズ・ミルナー、ジェームズ・ミルナー、1986年1月4日対は、イングランド・ウェスト・ヨークシャーリーズ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。元イングランド代表。ポジションはミッドフィールダー。U-21 イングランド代表の最多出場記録、46試合保持者で、2017から18シーズンには、 UEFA チャンピオンズリーグにおける1シーズンでのアシスト数の新記録を樹立した。愛称はミリー。小学校時代はクリケット選手としての才能を認められており、さらに短距離走や長距離走で地区記録を出したことがある。リーズユナイテッド FC のユース時代はトップチームの MF、デビット・バティのような選手を目指しており、自身の本職はセンターハーフだと語っている。 2002年11月にリーズユナイテッド FC からデビューを果たすと12月26日のサンダーランド AFC 戦で得点しウェイン・ルーニーが持っていた FA プレミアリーグ最年少得点記録を更新したこの時ミルナーは16歳357日で2ヶ月前に達成されたルーニーの記録16歳360日を3日塗り替えた サンダーランド AFC 戦の2日後のチェルシー FC 戦でもゴールを決めた。2004年7月7日、クラブが FL チャンピオンシップ2部に降格し、さらに財政難に陥っていたために、ニューカッスルユナイテッド FC に売却され、レギュラーとしてプレーした。2008年8月29日に契約内容の問題で、ニューカッスルを退団し、アストンビラ FC へ移籍した。 2009年夏にセンターハーフのギャレスバリーがマンチェスターシティに移籍し、ウィングが本職のスチュワート・ダウニングがミドルズブラ FC から加入すると自身が望んでいたセンターハーフにコンバートされた。2009から10シーズンは36試合に出場して7得点を決め、プレミアリーグの最優秀若手選手とベストイレブンに選ばれた。またキャリアベストとなる12アシストを記録した。 2010年8月18日、スティーブン・アイルランドプラス1800万ポンドのトレードでマンチェスター・シティ・ FC に完全移籍し、チーム初のプレミアリーグでの優勝を含む2度のリーグ、優勝、FA カップ優勝などに貢献。2013年1月のアーセナル・ FC 戦では1975年以来となるアーセナル・ FC 戦の勝利に導くゴールを決めた。 2013から14年には、すべての大会、リーグ戦の合計で、キャリアベスト数対の15アシストをマーク。マンチェスターシティ FC からの再契約のオファーを、断り、自身が希望する中央のポジションで、出場機会を得るために2015年6月4日、リバプール FC への移籍が発表された。二千十四から十五シーズン限りで五年間の、契約を満了していたため、 フリー遺跡となった。デイリー・ミラー氏のインタビューでミルナーは、シティを去るのは、難しい決断であった。そして、この遺跡の欠が僕にとって良いものになると信じている。多くの試合に出場し、このクラブが進める改革を達成するのに貢献したい、と意気込みを語った。背番号は、ルイス・スアレス、ケニー・ダルグリッシュ、ケビン・キーガンの付けていた7番に決定した。背番号について、 7番がこのクラブで特別な意味を持つことを知っている。僕もこのクラブの特別な選手の仲間入りするために最善を尽くすよとリバプールの入団記者会見にて抱負を語ったロジャースが解任されクロップが監督に就任するとサイドハーフとしてプレー、リバプールの副キャプテンとしてリーグ戦ではチーム最多でリーグではダビド・シルバラと並ぶ4位体の11アシストを記録。 またリーグカップ決勝とヨーロッパリーグ決勝進出に貢献した。ミルナーはリバプールエコーのインタビューでリバプールの左サイドバックが不安定であるためユルゲンクロップから左サイドバックをやることを頼まれたことを認めあまり好きではないが監督から頼まれれば全力を尽くすとコメントし2016から17年シーズンからは左サイドバックを務めている。 またコーナーキックや PK も任されていた。2017年3月19日のマンチェスタ、シティとの試合でリーグ通算450試合出場を達成。この試合で PK を成功させてリーグ通算50得点を記録。またミルナーが PK を決めた試合では負けないという記録を47試合まで伸ばし、これまでダリウス・バッセルが持つ記録を破った。 アジアツアー中に大体部を負傷し、リーグ戦では出遅れ、ベンチスタートが増えたが、8月15日のチャンピオンズリーグ CL プレイオフファーストレグ、ホッフェンハイムとの対戦ではゴールを決め、勝利に貢献し、10月17日チャンピオンズリーグ CL グループステージ第3節 NK マリボルとの対戦では先発出場を果たすと、 チームの2点目となるフィリペ・コーチーニョのゴールをクロスでアストするなどの活躍を見せ、A 氏、デイリースターの祭典で9という高い評価を受けた。12月6日、チャンピオンズリーグ、CL グループステージ第6節スパルタク・モスクワとの対戦では、前半46分に、モレノの負傷で、左サイドバックとして出場すると、正確なクロスで、マネのゴールをアシスト、さらにコーチー サラーのゴールと3ゴールをアシストして勝利に貢献。リバプールのチャンピオンズリーグ CL グループステージの首位通過に貢献した。1月5日 FA カップ3回戦のエバートン FC 戦では先制点となる PK を決めて勝利に貢献した。2月15日チャンピオンズリーグ CL 決勝トーナメント1回戦 FC ポルト戦のファーストレグの試合では 前半にカーブをかけた右サイドポストに当たるシュートを放つとこぼれ球をモハメド・サラーが押し込み2から0となるプレーをすると後半にはロベルト・フィルミーノのゴールをアシスト2得点に絡む活躍を見せファーストレグの0から5でのチームの勝利に貢献たチャンピオンズリーグ決勝トーナメント準々決勝フルス・マンチェスターシティ戦ファーストレグでは アレックス・オックス・レードイコール・チェンバレンのゴールをアシストするなど勝利に貢献。セカンドレグではキャプテンとしてプレーし、チームを牽引、スカイスポーツ選出の同試合の MVP に選ばれるなど、リバプールの10年ぶりとなる準決勝進出に貢献した。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のエースローマ戦、ファーストレグではコーナーキックからフィルミーノのゴールをアシストしたことで、 大会通算9アシスト目となり、1シーズンにおけるチャンピオンズリーグのアシスト数で史上最多記録を樹立した。UEFA チャンピオンズリーグ決勝では後半途中に負傷で途中交代を強いられた。プレミアリーグ第4節、レスターシティ戦でコーナーキックからフィルミーノの決勝ゴールをアシスト。このアシストでプレミアリーグでの通算アシスト数を80とし、 プレミアリーグ歴代通算アシスト数でデビット・ベッカムに並ぶ7位体となった。11節はアーセナル戦でリーグ戦における PK 以外でのゴールは2016年以来となるボレーシュートによる先制ゴールを決めたが試合は1から1で引き分けに終わる。2018年12月5日に行われたバーンリー FC 戦で後半1から0とリードを許す中道点ゴールを決め その試合に勝利、プレミアリーグで、ミルナーが得点を挙げた50戦無敗となった。12月8日に行われた、ボーンマス戦で、先発出場、史上2番目の若さで、プレミアリーグ500試合出場を果たした。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出がかかった、グループステージ最終節のナポリ戦では、サラーの決勝ゴールをアシスト、決勝トーナメント進出に貢献。 2009年8月8日、イングランド代表のファビオ・カペロ監督に初、招集されて8月12日のオランダ戦でデビューすると、いきなり FW ・ジャーメインデフォーの得点をアシストする活躍を見せた。11月のブラジル戦でも安定したプレーを見せ、監督の信頼を得た。2010年6月1日、2010フィーファワールドカップに出場する23人に選ばれた。 グループリーグ初戦のアメリカ戦は制裁を書き、31分に途中交代させられたが、GL 突破がかかった3戦目のスロベニア戦では、デフォーの決勝点をアシストする働きを見せた。2012年6月エウロ2012出場、4試合でプレーした。2012年9月7日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のモルドバ戦で代表初得点を挙げた。 2014年、FIFA ワールドカップブラジル大会出場。グループリーグ最終戦のコスタリカ戦で先発出場した。2016年、エウロフランス大会出場した後、同年8月5日にクラブでのプレーに専念するため、代表引退を発表。イングランド代表の新監督に就任したサム・アラダイスは、今週の初めから彼とコミュニケーションを取ってきた。 彼は次のステップに進む決断をした。私はその決断を全面的に尊重するとコメントした。イングランド代表ではベンチ入り86試合、出場61試合1得点。運動量が極めて豊富で攻撃からディフェンスまでチームのために労力を惜しまないハードワーカー。様々なポジションをこなせるユーティリティプレイヤーであり、両サイドでのプレー。 両足でのキックが可能で、コーナーキックやクロスの精度が高く、アシスト数も多い。キャリアでは120以上のアシストを記録している。ポールガスコインを憧れの選手にあげている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。